世界一のフォーメーションを使ってボッコボコにしてみた。試行錯誤しましたところ、僕はですねこのように作りました。あれ多分俺が下手とかそういうことじゃないと思うんだよね。いやそういうシステム的それはしなきゃ。あーくくりじゃ、まっ、どうもえです。エージェユナイテッドやってまいりました。お昼の時刻でございます。ということは樹海さんはですねお昼食べ行ってます。インフットボールドッキリ。はい、今回ですねちょっとすごい面白いドッキリ思いつきました。世界一のフォーメーションを使ってボッコボコにしてみた。本当に半年近くぶりにこの e フットボール開いたんですけども、見てください、ディビジョン9まで落ちてました。もう皆さん最近結構フォーメーション動画とか見たことありませんか？ここのディビジョンが見れるところのこのマッチパスのこの右側のこれを押すと、このレーティングランキングってやつがまあ見れるの、まあご存知だと思うんですけど、この一番上のコナミマネーさん、こちらの方フォーメーション使わせていただこうかなと思いまして、見ますと、フォーメーション3223で一応こうサブも見せておきます。でこの3223をですね僕の、まあ、メンバーとかで、まあ、疑似的にちょっとこれ作り上げてやっていこうかなと。まあメンバーとかはちょっと多少変えますけど、このフォーメーション3223でどれぐらいすごいもんなのかっていうのをボコボコにできるかどうか分かりませんが、まあチャレンジしていくと。いろいろ試行錯誤しましたところ、今回僕はですねこのように作りました。はい、こちらです。サンフレッチェ広島、まあコンサドーレもいけるんだけど、これでこれフォーメーションこれ初期にするとこれ右下分かりますかね、これ変わるんですよ。これフォーメーションが343343になってるんですけど、これを中盤ですね、センターミッドをディフェンシブ、はい、そしてこっちもディフェンシブにすることによって3223これフォーメーション完成してます。で僕が持ってる、メンバーの中でまあこんな感じでね組みました。まあゴールキーパーが、ノイヤー、そしてセンターバック3枚ですね、バラン、デリフとジュール組んで、でダブルボランチがビエラとカンデ、サイドハー左がイニエスタで右がムバッペで、セカンドトップ2枚がネイマールとメッシで、センターフォワードがこちらレバンドフスキということになっております。まあベンチメンバーもまあサラーがいたり、あとまあデブライネ、そしてサカですね、サカも左サイドと右サイドいきます。でアラバ、中盤にはクライフで、まあセンターバックキャンベルだったり、まあ最悪フォーランドもね出せますので、こんな感じでやっていこうかなと思います。ドッキリスタート。もうじゃあガチスカ2節、ちょっとこのまま変えた？前回のやつ変えました。いい選手もいればあんま良くなかった選手もいたんで、バランスも見ながら変えさせていただきました。俺自信あるんだよ、なんかさっきやったのでコツをつかんじゃったわ俺で、先輩がマック行ってる間に選手変えといた、うん、あちなみにガチャ引いたとかそういうのじゃないから安心してくれ。なんか俺その線一番疑ってるけど、ね、いやいやガチャでいきなりさ選手投入ドッキリみたいなさ、はいはい、そんなつまんないドッキリしないでしょ。それさ俺が今までやってきた企画全部否定することになるぞ。ということで、スカッとじゃあ紹介しちゃっていい？じゃあ僕から紹介したいと思います。ということで私のスカッとこちらになります。だからだいぶ変えたね。いやでしょ。じゃあ俺の方、行かせていただきます。ちょっとメンバー変えてきてますということで、ゴールキーパークルトワ、そしてフォーバッククレジャ、リュディガー、マルキーニョス、パバール、ミッドフィルダーがカゼミーロー、キミヒ、クライフ、ネイマール、レバンドフスキ、そしてムバッペで、サブがベッケンバウアー、ビエラ、マケレレ、メイソンマウント、ホーランドで、メッシ、ロナウド、今回こちらのメンバーで戦わせていただきたいと思います。だいぶ変わったんじゃないメンバーは。待ってます。まあ、相手のさ、うん、メンバーとの関係ないからいやなんかさ相性とかもあるじゃん。マジでいや俺ねやっぱ先輩の弱点もう分かっちゃった俺ってさ弱点あんの？いやないんだけど。いや本当にないとは思ってんだけど。何も注意するとこない。それってさなんか注意するやつに言う言わない？なんかあんまそういうやっぱ過去のこととか気にしない方がいい。これからのことだからやるのは。まあ俺はさ未来しか見てねえよ。いい？ああいきます。いや初めてこのこれチームどこ？サンフレッチェ広島ですなんか紫のチーム使ってるとこあんま見たことなかった。なんかあんま使ってないチームでもやりたいなと思って。俺普通に日本で来たわ今回。そっちだと何？あ白か。うんじゃ同じだ。うわーマジ、はい、これでいってんね。いや早い気が早いよでちょっと遠くない？あいいゴール。
マジかよ。危ない危ない危ない。いや今ガスゴールかと思った。今のはさ入るやつでしょうよ。でククレジャがいいんだよね。はい、これで1点ね。またなんでだよ。え、ここにいるから。いやもし危なくね。いや、まあ、前ね結構いいよ。あのレバンドフスキだけでやっていけんのよ、ね、だから3バックにした分攻撃に割いてるみたいな。だカウンターはちょっと怖いからそこだけさ。ああまあそうだね、恐れてるわけよ。マジか。あとやっぱムバッペ、うん、やっぱサイドプレイヤーで使いたいわ。マジ待って、おーい優しさ出ちゃったよ。いやなんか工作してたわ。いや風見ろに変えたとこね、ここが一番でかいんだよ。おプレレバさん優しいな。なんか今日3点分もあったぞ。もうハットトリックしてますから。え触ったってこと。触ったんだ。おプレ、いやなんか繋がんねえな。あれ多分俺が下手とかそういうことじゃないと思うんだよね。いやなんかそういうシステム的それはしなきゃ。あーククレジャー、まっ、まあそういうことだよね。やっぱりレバンドフスキだけじゃないよって。うちのチームはレバンドフスキの下にやっぱ2枚いますから。まあ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 、じゃあ連動してくるってことだよね。ネイサン・メッサンがいますから。いやマリーシア、完全なるマリーシア。完全なマリーシアだった。いやちょっと待って、今さめちゃくちゃ悪いことしなかった。なあなあ、そういうチームコンセプトってこと。なんか力でいくみたいなさ。戦術、暴力プレイみたいな。戦術と未来にしかかけてないから。俺らってそんな戦術売りにしてたっけ。いや戦術しかないでしょ、他に何があるの逆に。いやだから選手の個の力だよ。それこそあなた個にこだわってやってましたっけ。いやそれはやってるだろ。だってもう総合値強いやつしか入れてねえんだからさ。もうこんにこだわりまくってんだよ俺は。待って、え抜けんのそれ。強っ。おくれがおくれ。いやもうレバさん4点決めてるからね。これで5点でしょ。いや決まってないから。実際に決まってんのは1だけだからね。まあでも実際5点分も入ってますから。いやその実際っていうのはね、実際ね、うん。いやだからこれは、いやだから俺が操作してるからまだ1点の収まってるだけだから、ね、今 6点目入りました。やってんのは A さんだからもうその1点でいいんじゃないの。あー今まあいや今のはまあ入ってないでしょ誰がやっても。なんか3バックなのに攻めきれない。だから5バックみたいなもんって言ったじゃん。出た、マジか。え、どっちの。たたり前じゃん、やってくれてんな。おいやっぱりこれは完全にうちだわ。おい、なんでそっちにパス出すんだよ。いやだから先輩がそっちに出したからでしょうよ。いやなんかククレジャがさ後ろ足で相手にパス出したんだって。俺ああ、あーじゃない。いやー通るか。あるよまた。オサイ、いやオサイでしょ明らかに。いやギリじゃん明らか。明らか、まあというよりもオサイとトラップ仕掛けたから。素早いパスで攻め上がっていきます。オッケー。いやーいやーマジ。え入るよこれ。入ってないけど。7点目です。なんかさメッシでさ抜ける感じなんかあんましなくない。なんでなんだろうね。ムバッペだったらさ、うん、抜けそうって感じするんだけど。いやそうなんだ、やっぱスピードの問題なのかな。あっぶね。あーあーこんな。さすがに今のは8点目か。何8点目って。8点でしょ。でこれで9点目。でも 2-0 だからさそんな絶望的な点差じゃねえよ。セットプレーとかで決めてもな、なんか俺がこのフォーメーションにした意味なくなるわ。でどういうコンセプトなの今回は。ボコボコにしようっていう。いやボコボコにする回です今日は。シュートゼロだって結構効いてたの守備。あれ俺そんなに打ってなかった。コンディション悪いじゃん。コンディション悪くてこれか。コンディション良くてこれの俺はどうなんだよ。サッカーってチームプレーだからやっぱ戦術だよね。だって戦術だし強ければやっぱ勝てるってもんじゃないからね。うん、えそれは入らない。初シュート
全然安心してよ。え、マジみたいな顔してなかった？あ、してない。さあ、このムバッペは強いよ。これは早いな。ちょっと恐怖さえ与えられなかったぞ、今。早かったけども。抜けない。ナイスね、今ある。レバさん。そこまで下がってくれるか。OK。しっかり守れる、このフォーメーションはさすがです。やっぱ早いわムバッペ。でもさ、なんか追いつくんだよな。いや、追いつかれてるムバッペはやっぱクロスタイプじゃないよ。そうだね。使いやすさか。ここロナウドにしたら100になるか。あ、なった。いいね、いいね。 OK、 3人変えます。ロナウド、メッシ、マケレレ。あ、大丈夫です。別に特に聞いてないんで、あの、一応言っときますね。こちらも3人変えさせていただきました。いやー、ホランドいる。おー、豪快だな。ここは取り切るしかねえよな。取り切るしかない、あの人だし。うん、マジか。まあまあまあ、今のはなかったことにしてもいいよ。いや、セットプレーだし。セットプレーも立派な得点だから。お、通った。なんか通ったぞ。いやー、いや、もう3点取ってたらさ。あ、来た。よいしょ。だってこれはもうなんか負けみたいなもんよ。何負けみたいなもんって。3点でしょ。3点しか取れてないってことだからさ。俺から取る3点が簡単みたいな感じで言うのやめてくれるか。いや、な、まさにちょっと今回に関しては本当に悪いけど簡単だと俺は思いながら今やってるから。だって先輩とんでもない相手対決してるからな今ね、マイボールにできない。先輩みたいな野郎が応援してるわ。どれのことだよ。いや、待って。いや、なんでメッシのところうまくいかねえんだ。もうやめてもいいよ。もう結果は出てるけどどうする。いや、結果出てないから。この10分ぐらいでさ、うん、追いつくことあるわけよ。あ、あったっけ。こういいんじゃない、これあったっけか。ほら、来た。負けれれパスいいから。確かに負けれれってパスいいよね。割りって言ってパスミスしたわ今。抜けた。あーもう負けれれか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 戻る。おい。いや、こっちのセリフだから。いや、弱いな。ちょっと危ない。やばすぎだろ今の。いや、集中できてない。いや、さあ頼むよ、1点。おお、おお、え、なんでな。仲間割りし始めたんだけど。いや、マジでや。こけたわ。どういう状態やね。いや、走り抜いた結果。惜しいんだよな。入んねえ、マジで。でも時間がさ、まあね。来た、ロナウド。入る気しないよね、やっぱ。俺が言うのもあれだけど、俺が別にプレイヤーじゃないけど、なんか入る気しない。はあ、終わったんじゃないの。まあ別にもう触んなくてもいいけど。あのさ、それ相手に失礼じゃね。でも勝ってるからさ、こっち、うん、でまだ終わるまで分かんないから。あと放置、放置でもいい気がするんだよね。あー、これは出せない。何出してんだよ。いや、操作してないの。いや、そうなんだけどさ、キャンセルしたはずだったんだけど。うわ、待って。あ、危ない。そこそこそこ。まあ9点入ったということで。何9点で。え、危ない。お疲れ様でした。まあこれ勝って当然なんですよ。まあほぼ僕のチームじゃないですし。いや、いいそのチームだって、ということで今回ですね、今現在世界1位の方のフォーメーションを使わせてもらって戦ってみました。これこのままガチスカでこのままやらさせていただくんで、楽しみに待っておけ。おい、パクってやつだろ。AJ ユナイテッドのメンバーシップ AJ ファミリーができました。今すぐこちらの概要欄から登録お願いします。登録メンバー限定で普通では公開できないようなあんな動画や。すますます。あ、やっぱさ、
やっちゃわなきゃなんねえわけ。こんな動画はい、久しぶり。カナビンでーす。ガーシーチャンネルです。ガーシーロール限定生放送。生放送のアーカイブが見れるのはメンバーのみ。俺らに煽れる絵文字もあるから使ってみて。今すぐ概要欄をチェック。